それでは最も有名な映画は男笑北仙という映画ですが、国民党の中で若くて总统的决战计划いつも上司に信用された張軍長がいて、そして父演じたのは李軍長です。拥护分进合击南北加工的作战计划。大変大変大変对，你说的很对。对历史教训，我们谁也不会忘记的。但是知己知彼，方能百战百胜。唉，我们以往的失败，就在于轻敌诱。希望老兄进展神速。我在临沂迎接你。不敢，还是我来迎接你老兄。一言为定，祝你我南北加工胜利会师，并祝你一路平安。我也祝你一路平安，再见。それで張軍長と李軍長は別々に出発しましたんですが、結局敗戦を招きました。私のふるさとは中国の上海です。父は、あなたは本当の愛を知る人でした。自分にも家族にも仕事にもいつもまっすぐに真剣に生きた人でした。在那片土地上、我的父母有我的家乡、是我养我的地方。小宝宝快睡觉、妈妈在这里。